金田聖一は日本の政治家、衆議院議員を務めた、北海道上磯群菊内町出身、北海道函館東高等学校卒業後、函館市役所に入庁、二十二歳の時に日本社会党に入党、函館市議会議員を経て、九百九十三年七月十八日の第四十回衆議院議員総選挙に、旧北海道三区から無所属で出馬し、 初当選した。その後、社会党に入党し、自由民主党の白川勝彦らと、自社差連立政権充実の立役者となる。1995年の北海道知事選挙で、社会党は、横道隆広後継の前副知事、堀達也を、新進党と共に推薦。しかし金田は、自身の旧北海道三区でのライバル佐藤高行と、共に、自民党推薦候補であった。 伊藤秀子を支援し除名処分となる。平和、市民を経て、新党先駆けに入党。1996年、旧民主党の決闘に参加。この間、社会党除名から1998年の民主党結成まで一貫して、中尾則幸と行動を共にしている。小選挙区比例代表並立制導入以後は1996年2000年は、 比例北海道ブロックのみで出馬し再選。事実上のコスタリカ方式で共闘した八路義雄が同知事選立候補のために北海道パックが補欠選挙となった際は代議士辞職して蔵替え、立候補する予定だったが10月10日に衆議院解散となり補欠選挙ではなく総選挙で北海道パックに立候補。 2003年と2005年の総選挙では2回連続で小選挙区勝利で当選した。1997年、臓器移植法の審議に際して、脳死を人の死と定義する案に反対し、対案を提出。中山案と金田案の採決は、県政史上初めて与野党とも討議拘束を行わない中で実施された。1994年4月25日の内閣。 総理大臣指名選挙では、当時の所属政党の社会党は、新政党党首羽立ツと無支持を決定していたが、自身は造反し白票。1999年に民主党が、党議拘束をかけなかった国旗、国家法に反対。2001年には民主党が、党議拘束をかけ賛成したテロトクソ法に基づく、自衛隊のアフガニスタンへの派遣に反対し次の、 内閣厚労省を解任された。2006年初頭、風邪で入院中に脳梗塞を発症。リハビリを経て同年末より国会活動を再開したが、選挙活動が困難な状態であることから2007年10月2日、次回総選挙に出馬せず今期限りで政界を引退することを表明。2009年7月21日、衆議院解散に伴い政界を引退した。 ありがとうございます。